デジタル画像を扱う上で必ず耳にする解像度知っているようで意外と知らない解像度について説明しましょうデジタル画像は非常に小さな点の集まりで構成されておりその点の一つ一つが色や明るさなどの情報を持っていますこの点のことを画素またはピクセルと言います解像度は1インチあたりにどれだけの画像 つまりピクセルが含まれているかを表すもので PPI ピクセルパーインチという単位で表します例えば1インチに50個のピクセルが並んでいると 50ppi20 個なら 20ppi となります解像度が高いほどピクセルがきめ細かく滑らかな画像ということになります印刷に最適な解像度は 350ppi ウェブなどのの表示の場合は 72PPI が一般的です。今回のように印刷目的であれば特に画像を編集する前にまずその画像のピクセル数、えー、ピクセル寸法と言いますけれどもこちらと解像度を確認しておきましょう画像のピクセル寸法と解像度は Photoshop で簡単に確認できますイメメーージメニューから、 画像解像度を選択するとダイアログが開きます。そして画像の幅、高さ、そして解像度を確認できます。解像度は今回のように印刷したいのか、それともウェブ上に公開したいのかなど、用途に応じて低くしたり、逆に高くしたりします。解像度を変更する方法は2つあります。1つは、 画像の印刷サイズを変えずに解像度を変更する方法。これを再サンプルと言います。例えば 72ppi の画像を 350ppi まで引き上げたい場合、同じサイズ内で Photoshop が自動的にピクセルの数を増やします。これはあくまで Photoshop が擬似的にピクセルを保管するものなので、極端に解像度を上げると画質は落ちてしまいます。 もう一つは画像の印刷サイズを変更して解像度を上げる方法です。この場合、再サンプルのチェックを外して解像度を上げます。すると、画像のサイズは小さくなりますが、ピクセルの数は変わらないので画質はそのまま綺麗な状態を保ちます。難しいように感じてしまいますが、大丈夫です。Photoshop の切り抜きツール、こちら。 を使えば、もっと簡単に画像のサイズと解像度を調整できます。こちらのコントロールパネルで、切り抜きサイズの設定をしていきます。様々な条件で写真を切り抜いていくことができます。例えば、何対何の画像度。解像度が指定されたものもありますが、今回は幅・高さ・解像度こちらを選択しておきます。 はがきサイズは 100×148mm ここでは単位まで入力しておいてくださいはがきサイズは印刷物なので350ピクセルパーインチで指定しますまずはピクセルパーセンチになっているところをピクセルパーインチの方に切り替えていただいて はい、表示されたのがこちら切り抜きのエリアですで。これを今回横長に変更したいのでこちら左右のですね、えー、数値の入れ替えボタンをピッと押していきます。切り抜きのエリアはこのように後から調整することができます。はがきの中に含めたい部分をエリア指定していきますが元の縦横比が 保っている状態なのがお分かりいただけると思いますえさらにここで傾きもちょっとだけ調整していきましょうはい今回はこのグレーアウトした部分が消えてなくなるということになりますえそしてイメージメニューの画像解像度でサイズや解像度を確認してみましょう えしっかりと入力した数値の設定が保たれていることがわかりますね。例えばこれをウェブで公開したい場合には切り抜きの単位の部分にピクセルの数値を入力します。今回は 1000×700 ピクセルえ。今回ウェブなので解像度は72ピクセルパーインチに指定します。 さらに、切り抜きのエリアを調整して、必要に応じて水平を調整、そして確定ボタンを押します。えでは、画像解像度を確認してみましょう。表示単位をピクセルの方に変換してみると、しっかりと先ほど切り抜きツールで指定した数値が適用されていますね。